優先さん、お疲れ様です。まあ、キモいっすわ。まあ、今、風呂から上がったんでもうすぐ寝る時間ですけども、ヤマトくん、これからね、お風呂に迎えに行って、二人で寝床について、1時間、2時間、ぐだぐだしてたら、まあ、寝るかなってことですけどもね。まあ、とにかくキモいですわ。というのがね、1週間の私、YouTube のアカウント停止措置を開けて、今日から、まあ、メインチャンネルで、 アップロードできるかなと思って、一週間の間に溜まったね、動画をどん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 とりあえずアップロードしていったんですよ。それが深夜3時です。その作業をしていって、そう、動画をね、200本近くアップロードした時に、何本か正確にはわかんないんですけども、YouTube から警告が来まして、一日の動画アップロード本数の限界に来ましたので、24時間待って、それからまたアップロードしてくださいということでね。で、<laughs> せっかくメインチャンネルで活動できるかなと思ったんですけども、 えー、今日はね、とりあえず、またサブチャンネルでやってるんですよ。キモいっすね。で、今日もいろいろ動画撮って、まあ、このサブチャンネルに上げてるんですけども、これも明日ね、メインチャンネルに上げようと思うんですけども、大体また100本ぐらいたまったんですよ。1日で。あのー、アップロードし損ねたやつも合わせてね。キモいっすね、これは。確かに。キモい。このぐらいやんなくちゃ、やったとは言えないのかなと思いますね。弱者の戦力、キモいぐらいやんないと。 だからね、人が驚く程度じゃ、全然それはさざ波も立たないってことなんですよ。もうキモ,キモいわ、お前は。もうええわです、やりすぎや、みたいな。ところまで行かないと、やったことにはなんない。ちょっとやそっとのやりすぎじゃ、やったうちに入らないってことですかね。行ってらっしゃい。